はい、どうも皆さんこんにちは、四つ葉です。今日はね、視聴者さんの方から、ご依頼をいただいたので、それについて、やっていこうと思います。まあ僕の動画ね、まあ半年間の間で、車の整備メンテナンスで、バイクの、レストア動画で、元ブログですね。で、元ブログのやり方っていうね、動画を、半年間の間で、出させていただいてるんですけれども、今回ね、依頼が一つ来てます。気まぐれライダーさんからね、来てます。読みますと、NS1 の発進って1速でやってますか、また何回転くらいまで回してますかということですね。この方とちょっと何回かやり取りをした中で、なるほど、自分は発進と停止がうまくいかないのですが、ギアチェンジのやり方など動画にしていただけると助かりますと、はい、いただきました。まあ、今日はね、それについて、動画を作っていこうと思います。で、僕の、動画の視聴者さんっていうのがもちろんバイク好きの方が多くて、ベテランの方から、初心者の方まで結構幅広く見ていただいているようなんですけども、今回はその初心者さんのために、ミッションバイクの乗り方というのを、説明していこうと思います。まあ私もね、そんなに上手い方じゃないんですけれども、うまく説明できるかどうかわからないですけれども、一生懸命これから動画を撮っていこうと思いますので、最後までご覧ください。それでは VTR スタート。さあ行くぞ。はい、下の方にね、降りてきました。はい、こんな感じです。ではね、この NS1 をね、動かすための、構造部位の部分をね、簡単に説明していこうと思います。まず、ハンドル周りですね。右側には、グリップがあって、これがアクセルとなってます。そして、フロントブレーキですね。はい。で、左側。こちらはもう普通のグリップで、こちらのレバーがクラッチレバーとなってます。クラッチですね。はい。で、フロントブレーキ、こちら右ハンドルについてるんですけれども、リアブレーキはどこについてるかといいますと、こちら回り込んでいただいて、こちらですね、フットブレーキというのがついてます。こちらが、リアタイヤのブレーキとなってますね。はい、こうグッと押し込むような形です。そして、逆側見ますと、まあ同じようなね、レバーがついてるんですけれども、これが、シフトペダルというものになってます。これでギアを変速します。もちろんね、ギアを変えるときは、クラッチを握ってからこちらを押し込んだり上げたりします。まあ以上がね、このバイクを動かすための、まあ構造部位の部分ですね。それじゃあね、早速ちょっとエンジンをかけてみましょう。はい、カメラをね、こちらのメインカメラとこちらのアクションカムですねを2つ使って撮っていこうと思います。はい、じゃあね、早速こちらに乗っていこうと思います。まずね、普通にブレーキを握ってまたがります。そして、スタンドを上げて、キーをね、オンにしてもらうと、まあ、ニュートラルランプがね、このタコメーターの方についてることを確認します。ということは、ギアがね、ニュートラルに入ってるっていうことですね。これでエンジンがかかります。
はい、じゃあかけてみましょう。この時ね、クラッチレバーですねを握ります。でエンジンをかけます。キックですね。はい、こんな感じでやります。はい、ニュートラルに入ってるんでね、クラッチ離しても大丈夫です。このバイクの場合ですと、ギアの構造がですね、1速、一番下が1速、そしてニュートラルが入って2速、3速、4速、5速、6速となってます。はい、ですので、まずね、クラッチを握って、こちらのギアの部分ですね、ギアを1速に落とす。はい、これで、ニュートラルランプが消えて今1速に入った状態ですね。クラッチは握りっぱなし。これでクラッチを離すとギアがつながります。まあもうエンストしてしまいますけどね。はい、これで、乗れる準備が今整ってる。これで、発進できる状態になってます。はい、それでは発進してみます。まずね、基本的な発進ね、やってみます。いきます。はい、こんな感じですね。はい、これどういう風にやってるかと言いますと、アクセルを開けながらね、こう徐々に開けながらクラッチをじわーっと、徐々にアクセルを上げながらクラッチをじわーっと離してます。もう一回やってみます。こんな感じですね。はい、この時目安、発進できる目安としてだいたい僕は5、6000回転ぐらいまでと考えてます。はい、もう一回いきます。まあ3000、4000で今発進できてますけど、まあだいたい、まあこんなところですね。はい、でも十分走れます。はい、次に、失敗例ですね、やってみます。失敗例は、クラッチをね、スッと離してしまう人が多いです。慌ててしまってね、初心者さんでやっぱ多いです。はい、それをちょっとやってみます。どういうことが起こるか、いきます。はい、当然エンストします。はい、だからやっぱりこのクラッチワークっていうのは非常に重要ですね。何たる時でもじわーっと入れてあげるっていうのがコツです。まあ、クラッチワークさえね、マスターすれば結構発進は簡単です。もうこんな感じでね、簡単に発進できます。疲れた。はい、次に、まあどうしてもうまくいかない方ですねに、ワンポイントアドバイスというか技を、伝授しておきます。まあ結構簡単です、これは。ですね、クラッチを握ってギアを落としてニュートラルですね、ランプが消えました。今一速状態です。エンジンをね、発進さすときにちょっとだけ煽ってあげます。アクセルをこういう風な形で、そうするとほら簡単にスタートできます。しかも結構スムーズにできます。こっちの方がスムーズかな。こんな感じでね、煽りながら様子を見ながらクラッチを徐々に、離していきます。これをマスターしておけば、坂道発進ですね。はい、坂道発進とかすごく、重要です。坂道発進するときはね、フットブレーキですね、ここですね、こう踏んだ状態ですね、一速に落としてフットブレーキを踏んだ状態で、これでじわーっとトルクを上げていくっていう形になります。これが坂道発進の簡単な方法ですね。
まあ応用編っていうかね、そんなところです。はい、これがこのバイクを乗る上での発進の仕方ですね。はい、お分かりいただけたでしょうか。はい、結構ね、慣れれば簡単だと思います。特にこのバイクはね、結構そのミッションバイクの登竜門、まあ結構その練習用に買う人が多いみたいなんで、非常に乗りやすいバイクなんで、初心者さんにはこの NS1 っていうのは本当におすすめですね。じゃあね、まず発進のおさらいとしてやってみます。またがります。スタンド上げてアクセルをキーをオンで、クラッチを握った状態でキックをする。エンジンかかります。ニュートラルランプがね、ついてるんで、クラッチはもう離して大丈夫です。でもう一回握って一速に入れて、でニュートラルランプが消えたんで今一速に入った状態ですね。で発進、はい、これがスムーズな発進の流れとなります。次にね、実際の、ギアチェンジですね、をやっていこうと思います。さあ行くぞ。ちょっと、取りやすいところにね、移動してます。広い直線のところにね、移動します。はい、じゃあね、広い道まで出てきたのでやっていきます。乗り方は一緒ですね。ギアを一速に入れてまず発進、はい、まずやってみます。こんな感じですね。はい、やってることはアクセルを入れた状態ですね。こうやって走っててアクセルを戻してクラッチを握る。でクラッチとを握ると同時に、こちらのシフトレバーを上にクリックして上げてあげる。これで2速、3速、4速と入ってきます。じゃあやっていきます。まず一速に入れて発進で、二速、三速、四速、五速、六速、はい、こんな感じですね。次にね、停止の仕方をいきます。まずは、普通に乗っていきます。2速、3速、4速、5速、6速で、ギアを落とす方法逆ですね。アクセルを戻してクラッチを入れると同時にペダルを踏み込む。で落ちます。こんな感じ。
こんな感じでね押していきます。はい、こんな感じで、ギアを落としていきます。で停止の仕方ですね、止まる練習ですね。はい、もうやっていこうかなと思います。エンジンブレーキとね、合わせてやっていきましょうか。よいしょ。こうやってギアをね、エンジンブレーキで落としていってもいいです。で調整して曲がりきる、こんな感じでね。でエンジンブレーキでこう止まる、クラッチを握ってギアを落とす。はい、ギアがね、合いにくい場合ですね、の場合ですと、一度アクセルを煽ってあげてからクラッチを握ってアクセルを煽ってあげてからギアを落とすっていうのもありだと思います。僕は。結構ね手元視点なんで、まあ分かりやすいと思うんですけど、まあちょっとセパハンなんでね、レバーの位置とかのいつのタイミングで握ってるかっていうのが分かりづらいと思うんで、まあ、できるだけテロップフォローをね、入れつつやっていこうかなと思います。こんな感じ、こんな感じね。こうやって落としていって、上げて落として。もう慣れればね、簡単です。だいたい普段乗ってるのが5、6千円ぐらいでね、街乗りの場合は買えてます。さらにこの坂道をね、やってみます。坂道発進ね。はい、坂道で止まりました。ほっとったらこうやって後ろに下がっていきます。はい、坂道発進の場合ですと、フットブレーキを踏み込んでればフロントブレーキ離してても落ちません。で一足に入れた状態でフットブレーキを踏み込んで発進してあげるっていうことですね。じゃあやってみます。でちょっと煽りながらクラッチを徐々に離していきます。こんな感じね。この坂道発進しとけば、の練習しとけば、だいたいもうどういう場合でもスタートはできます。でどのくらいでクラッチがつながるかっていうのも覚えれるはずですね。この坂道発進はいいと思いますよ、練習に。僕も多分確かね、高校の時の記憶では坂道発進めちゃくちゃ練習してもうスースー乗れるようになったんで。はい、じゃあね、次は高速で、高速っていうか高回転で上げる様を見てもらおうと思います。はい、じゃあね、走っていきます。高回転、こんな感じでね、速度の方を上げていくことができます。ゆっくり発進する場合ね、こんな感じ、街乗りね、街乗りしよう。こうやってゆったりね変えていきます。だいたい5、6千回転ぐらいでね、変えていってますね。はい、
態というかね、トロトロ走る人が前走っておればこういう状態でね、走ったりしてます。多分ギリギリいい位置にカメラが向いてると思うんですけどね。はい、じゃあ発進ね、やっていきます。これ右折、ここから普通に波に乗って走ります。こんな感じでね、走れます。はい、路上講師はね、以上です。それではスタジオへお返しします。はい、いかがだったでしょうか。結構ね、いろいろ考えてね、説明をさせてもらったんですけれども、この動画がね、誰かの役に立っていただければ幸いです。はい、皆さんのコメントはね、全て読まさせていただいてまして、できるだけ早めにね、返信の方も、させていただいてます。いつもね、温かいコメントいっぱいいっぱいいただいてありがとうございます。まあ、これからもね、いろんな、まあそういった、いろんなね、質問とか依頼とかもしあれば、まあ、答えれるもんはどんどん答えていきたいと思いますので、まあこういった形でね、動画も作っていこうと思いますので、で、またコメミライブみたいなね、ライブ配信もしようと思いますんで、まあコメントの方をね、たくさん打ってくれればすごく嬉しいです。はい、それではね、今回この辺で終わろうと思います。よろしければね、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。バイバイ。よいしょ。あ、よし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 よHere we go.